もっと前の方がいいですね、グローブ。ああ、いいですね。はい、どうも、翔平 TV です。どうも、橋本チャンネルです。はい、よろしくお願いします。お願いします、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。はい、と、はい、いうことで、本日はですね、オイジが最近動画で出してますあのグローブを紹介してもらおうかなと。はい、はい、それがこちら。はい、こちらです。こちら、村正グローブっていうグローブですね。はい、村正。はい、以前自分がモンタナスポーツ団で撮影をさせてもらって、何方か紹介させてもらって、実際にどうなのかっていう、その時のサンプルもあったかなと思います。特徴は、まあ、これまず最初に持った時に皆さん結構口にするのが軽いっていう軽量感。これ公式扱いなんですけど、公式の中だとだいぶ軽いっていうので、軽さは一番皆さんの一番目に留まるかなというポイントのグローブになります。自分が触った中だったら、まあ一番軽かったなって思ったグローブですね。なるほど。この内野仕様だけですか？いや、普通にピッチャー、キャッチャー、ファースト、内野、外野で出てます。あ、なるほど。後編にね。はい。後編出ると思うんですけど。そうですね。はい、ただそんなに多くないですね。うん。型番自体は。ピッチャー用が出てるやつ。ちょっとこれ資料見ながらで行きますけど、はい、ピッチャー用4型ですね。4型。横のタイプと縦のタイプが、まあ普通にこう縦閉じ、横閉じっていうのであります。で、キャッチャーミットが2種類。大型か小型かみたいな。大きさの。で、内野手型が2型。この004ってやつと、これの5ミリ大きい006っていう2種類で、外野手が1型、ファーストミットも1型っていう感じになってます。なるほど。はい、これはだいぶ軽いっていうじゃないですか。うん、他の守備の、例えばピッチャー用、キャッチャー用、ファースト用、外野用、全部公式用にしては全部軽いですか？そうですね、自分も触ってちょっと測らせてもらったりしたんですけど、やっぱり普通のメーカーに比べたら軽いかなっていう。全体的に。全部、はい、全体的に。ただミッド系触ってないんですよね。ああ、ミッド系、うん、ミッド系ちょっと調査したいですね。そうですね。その時まだサンプルとかがお店になかったんで、はいはいはい、ピッチャー用と内野は触ったんですけど、ミッドは触ってなかったんで、ちょっとまだ測れてないです。なるほど。はい、ちょっと持ってもいいですか？はい、どうぞどうぞ。ちょっと初めて持つんですけど。はい、確かに。あれ、確かに、確かに公式でこれだと軽いっすよね。軽いっすね。うん、俺も公式で結構長いっすけど、うん、これは軽いわ。あと結構これ今自分手使っちゃってるんですけど、最初めっちゃこの手の中が小さかったんですよ。はいはいはい。それなんで自分の指にこう合ってくれるっていうか、使うたびにだんだんこう自分の方に合っていくと。そうそうそう。指のところ最初厚いともうそれ以上緩くならないじゃないですか。うん、なんでこうブレちゃって重く感じる。あ、この中で動いちゃうみたいなのがあるじゃないですか。それが最初から狭いんで、本当にあと自分の手で大きくしていくみたいな。なるほど。はい、これ大井くんが実際に型をつけた。そうですね。でもまだあれなんですよ、自粛期間であんま使えてなかったんで。あ、なるほど。まだ実際にこうノックとかあんまやってないんですよね。ちょっとやってくるんです、本当に。ここが結構ほら擦れてんの。これはもう片付けとかポンポン家でポンポンポンして。そうですね、やっぱ軟式って擦れるじゃないですか。擦れますね。スピンかかってくるんで、ここちょっと公式よりも多分軟式の方が削れると思うんですよ、ね。うーん、 M 級って最近デコボコしてるんで、まあ、そこはオイルとかを塗って、はい、少しずつメンテナンスをするのかなって思います。ピッチャー用ってやっぱ軽い方がいいですか、翔平さんは？俺は軽い方がいいですね。うん、動きやすいです。こう引きやすいとかもあるんで、ピッチャー用ちょっと使ってみたいなと思いました。あ、確かに。まあ、内野手で軽いって大事なことだと思うんですけど、そうですね、ピッチャーはよく重たいのがいいっていう人もいるし、いいという結構まあパッと見シンプルに見えるじゃないですか。うん、まあ、ラベルとかも結構シンプルなんですけど、なんか使ってみるとそのフィット感とか軽さとか、もう見えないところのこだわりあるなっていう。僕は今モンタナスポーツさんとこう、はい、ね、翔平 TV ウィズモンタナって、あ、確かになりまして、5月の中で、まあ、10個ぐらいはまあグローブ売れたらしいんですけど、はいはい、この中で7個ぐらいは村正が売れたというふうに言いまして、多分あれですよ、逆に取り扱い店舗が全然少ないんですよ。ああ、そうなんですか。だからみんな気になってどこで取り扱ってるのかなみたいな、ね、気になった方はモンタナスポーツに行ってみる、もしくは概要欄にリンク貼っておきますんで、はい、購入があるんで、購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、はい、これは僕は気に入りましたんで。でもあれですね、やっぱ触ることが大事ですね。機会があれば、はい、使ってみたいなと思います。はい、はい、というわけで、本日はこちらの村正のグローブを紹介してもらいました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、はい、あたしゃしゃ。プリントするグローブはこれプラスこちら、見ました。これ、はい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら
OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。トロヘイ TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。